はい、1日目観光を終えて駅に戻ってきました。お母さんが子供が、分かんない、昔からあるよねこれオブジェ。じゃあ荷物取って湯の川温泉向かいます。今4時、まだ4時15分前です。はい、函館駅からめんどくさいんでタクシーで、あっという間に着きましたね。10分少々ぐらいですか、タクシーバンバン飛ばしてくれたんで。恵美函館屋というところですね、今夜の宿は。それではちび地蔵さん、どうぞお入りください。チェックインしました。302号室です。ドリンクコーナーあります。ちび地蔵さん大好き、スパークリングワインとソフトクリーム、食べ放題です。食べ放題ですよ、食べ放題ですよ。腹壊すまで食べてください、ちび地蔵さん。食べ放題ですよ。エミ、お寿司の写真を見ないようにしてください。腹空いてます。はい、どうぞ。よいしょ。よいしょ。おお、待って待って待って。なんかどっかの302です。306、316。307、おちく逆だぜ、多くなってる。いつもこれ間違いな、右と左。ああ、なんだ、ここにあるじゃん。エレベーターのすぐ脇に。はい、お願いします。じゃあ、鍵開けてください。難しいですか。抜かなくていいよ、回し方向が違うだけだから。これは今日は一生部屋に入れないパターンですかね。私仕事柄冊子屋さんしてますけど、連れてきますか。カチャッとかロック外れる方向に回してください。回りませんか。間違ってないですか、部屋の番号。じゃあプルンがやりますので、はい、これを待っててください。これでは明日まで部屋に入れません。プルンはプルンになってしまいました。あれ、このレバー下に下げてくれない。あれ、プルンはプルンでもダメでした。やってきました。名前わかりますか、ホテルの。エミちゃんです。エミちゃんです。はい、どうぞ。はい、部屋は3階の302号室です。3階建ての建物です、ここ。のエレベーター脇で、狭いから、玄関前狭いからちょっといいですよ、撮影するの。水回りからいきます。はい、お部屋にお風呂はなくてシャワールームだけですね。はい、はい、こんな感じです。はい、洗面所。はい、あれ、はい、なんだか歯ブラシとか下から持ってこいよ。あ、そうだ、アメニティは自分で持ってくる、はい、バスタオルはお風呂に備えつけてある。ここにもあるんじゃない。そうですので、部屋から持っていかなくてもいいそうです。はい、で、その向かい側はトイレになってます。はい、あ、荷物が置いてトイレはいいです。はい、はい、
でクローゼットがあります。はい、スリッパさんありますよ。スリッパさん、畳2台のスリッパです、ね。うん、畳スリッパです。はい、はい、部屋はこんな感じです。はい、時計があります。スティーホテルみたい。うん、これジンベエさんみたい。あ、ジンベエさんいいですね。ね、はい、はい、でデスクがあります。はい、ポットは電気のティファールと、はい、アロマの消臭剤もありますね。リセッシュ、はい、これロビーとつながってるんですか。だと思います。電話ですか。はい、はい、テレビです。テレビです、はい、この下にはボードが。あ、なんだ、豆カリカリすごいですね。すごいですね。豆カリカリありますよ。嬉しいですね。豆カリカリして飲みましょう。結構ね、あのお高いホテルじゃないとこういうのおいでないんですけども、うん、ね、これは美味しい水も入ってます。ありがたいです。コーヒーは何ですか。ペットボトルじゃなくて、はい、はい、はい、水筒です。水筒はい、ここいいですね。ここ、ね、くつろぎのリビング。で、なんかミルク溶け出すティーバッグ。なんだこれ。ティーバッグです。一つ倒れてますよ。はい。応接間です。革の椅子が。ね、応接間。お、なんかうちのソファーと似てますね。なんか会社の事務所の応接間みたいですよ。それでは、これは何でしょう。手作り感のある、はい、ここは、あ、川、道路ですね、川が見えますね、うん、何がここ。ワンコちゃんお散歩してます。川沿いの宿です。向かいにでっかいホテルがいっぱい見えます。あっちが西で、あっちが山です。ちゃんとお庭も手入れ。ああ、ここあれじゃ、さっき入ってきた玄関前でしたね、うん、じゃ あの落ち着いたら下のラウンジ行ってフリードリンクとソフトクリームを早くいただかないとお腹が空かないので、はい、行きましょう。行きましょう。今やってる、今やってる。お、2月29まで、うん、冬の観光キャンペーン、こういうのやってます、うん、帰りに持っていけばいいんだ、うん、アメニティ、アメニティ、お持ち帰り用、こんな感じで、ね、こんな感じで、ね、お子様用だ、行くんですね。やるんですね。そうです。ソフトも食べる。ちょっとこれくあ、やっていけないの。よいしょ。はい、OK。サービスいっぱいですよ。これ嬉しいです。すごいですね。ウェルカムジュースっていうのはあったけども、ウェルカムスパックリングワインはすごいですね。ラウンジこんな感じです。ウェルカム、あ、おいしい、おいしい、よかったね、うん、ほら、ツインが16部屋、トリプル8部屋、うん、朝から函館中落ち丼、
朝からステーキ、朝からカレー。なんでここにしたかって、あのメインの料理がお寿司、メインがお寿司ってなかなか珍しいですよね。お寿司に惹かれてここにしました。まあ値段も手頃ですけどね。え、ちび地蔵さんおかわりですよ。大丈夫なんですか、そんなにスピードアップして一体旅館のスパークリングワインとアイス全部空気なんですか。すごいですね。半分あげよう。いい、たくさん、あんなに夕ご飯食べれなくなるから。豚からいきます。豚です。このまま炊けない豚でいいの？これは鶏です。まず豚から。身が締まってて、これは具合悪くならない天ぷら来ました。揚げたてです。ちび地蔵さんは歯医者に通ってます。それでも食べます。メニューが歯医者に通いながら食べます。
きました。美味しい。ちょっとね、ごま油とお醤油で味付けしたタレです。初めて食べます。この間まではね、欧米の方多かったですよ。スキーで来たりとか、ね、そういえばスキー乗ったら、ね、ヨーロッパ系のガタイの大きい人がいっぱいいる。マグロです。今日はマグロ尽くしです。どうですか、チビジジョさん。満足、マグロですよ。すごいです。マグロだけっていうのは初めてだな。寿司でもマグロじゃない。エレベーターに書いてあったんだよね、マグロ三昧って。うん、うん、まっ、うん、皿目が来ました。食べてくださいよ。食べますの。食べます、食べれる、うん、では二皿目突入します。美味しい。うん、なんだったね、ふわふわ、大きい。うん、さあ、甘エビ、うん、うん、どうぞ。さあ、いただいてください。締めのケーキ、いいです。中古人。うん。スポンジふわふわで、うん、コーヒーの苦味が。ラウンジでソフトクリームを食べますからね。え。ちょっとさすがに。いやー、夕ご飯、お寿司、腹いっぱい食べてきましたもん。本当にびっくりです。マグロ尽くしで終わりなんだろうな、これ。マグロも大トロ中トロ全部食べれるのかなと思って、無理して食べたらさらにもう一皿出てきましたからね。これで足りなかったらまだ握りますよって言われたんですけど、びっくりですね。本当にびっくりです。こんなサービス満点の旅館あるでしょうか。おまけにアイスはラウンジで食べ放題ですよ。ちび地蔵さんはもうお腹いっぱいで喋れなくなりました。いくら寿司でも脳みそまで来ました。すごいですね。もう寿司三昧ってこのことですね。好きです。参ったね。皆さん本当にここはすごいですよ、料理が。と言って私はまたソフトクリームを食べたいと思います。旅館の部屋にはこれは何て言うんですか。ジンベエさん。ジンベエさんなんですかね。寒いのようなジンベエさんのような、男のサイズは私はちょうどいいんですけど、背の小さい人はサイズが1種類なので、お引きずりさん、こんな感じであります。サイズを選ぶ余地はありませんでした。レディースサイズが欲しかったです。ですね。おはようございます。おはようございます。ああ、昨夜一回も起きなかったです。自分たちが泊まった、今回泊まったこのエミ
函館屋さんは、ちょっと町の中の川沿いに立ってますので、窓から素晴らしい景観とか景色は望めませんでした、お風呂ちっちゃいんですけど、もちろんあの何も見え露天風呂から何も見えませんが、お月様が見えたそうです。源泉かけ流しでした。 100% ですね。あの加水も循環もしてない源泉のお湯でしたね。とっても良かったと。今何時ですか？6時過ぎたぐらいなんですけど、ちび地蔵さんは珍しくお風呂行くっていうので行ってみたいと思います。昨夜お寿司本当に美味しかったですね。大将はあのカウンターの前でね、握ってくれたお寿司はとても美味しかったです。それでは朝風呂行ってみます。朝食行きます。朝食行きます。やばいですよこれ。朝からカツカレーは俺初めて見たんですけど、スープカレー、これは前代未聞ですね。この朝のカツカレーこんなにもすごいです。スプーンってあんた、あ、俺のもスプーンの時、これはびっくりですよ。今あとステーキも焼いてもらってます。まずオレンジで乾杯です。乾杯。朝にカツカレーはねえな。ねえなって喜んで食べる。喜びの声。うま。食った方がいいよ、ステーキと、ステーキに目玉焼き、ウインナートッピング。箸で切れる、切れてるって言ってたこれ、このままご飯に乗っければいい、食べたいね。ステーキの函館に来たらぜひ食べてほしい。もはや海鮮丼ブームは終わったんですよ皆さん。目玉焼きステーキ丼です。もはや海鮮丼は古いです。もうこれですよ、ね、ちび地蔵さん。もう食べられません。お腹いっぱいです。カツカレーにステーキ、盛り方が尋常じゃないんだ。はい、魚、なみなみ生魚、海鮮系は一口も食べませんでした。カレーにしました。今朝は美味しかったね。牛乳も仕事すごくなんかステーキ丼なんて作ってるからお腹いっぱいな。カレー、カツカレーとステーキ丼朝に食ったのは人生初だな。信じられない。今日はあのお昼に五島県に行ってカレー食べっかなと思ったら、もう
カレーどこじゃないですね、これ。今日は一日何も食べなくてもいいかもしれません、朝ごはんだけで一日分の食費が浮くお宿だと思いますよ。もういいんですか、うん、デザートは。いい、それでは時間ですね。帰りますか。あっという間に時間になりました。いいホテルでした。中華はずっと夕食、朝食後はグダグダしてましたが、天気がいいので帰ります。はい、紙を持って薬飲みましたか。飲みました。はい、じゃあ行きます。はい。お世話になりました。本当にお世話様でした。はい、ね。とてもくつろげる部屋でした。よいしょ。